さあ始まりました。本日はフォーカス M シーズン7、19、20回戦の模様をお届けいたします。司会実況を務めます羽田たつきです。どうぞよろしくお願いいたします。そして解説は斉藤豪プロが務めます。斉藤豪プロ、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、フォーカス M は M リーグに標準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士とその子の企画に賛同した特別参加の選手たちによる真剣勝負のリーグ戦となっております。はい、それではですね、本日戦っていただく方々こちらとなります。はい、まずは今季リーグ戦では B1 リーグから A2 リーグへ昇級、モンキーマジック猿川雅俊。 A2 リーグで今季1位になり A1 リーグへ昇級、一つ一心や。 B2 リーグ所属、東海地の押し麻雀森下雅人。A1 リーグ所属、そしてチームライデン所属、強気のヴィーナス黒沢咲。以上の4名で統廃していただこうと思います。それではですね、今までの対戦成績の表がこちらとなります。はい、まず森下雅人プロ、こちら 48.6 プラス 48.6 で4回対局しております。そして黒沢咲プロ、こちらマイナス 19.3、2回戦っております。はい、そしてですね、猿川プロですね、こちら猿川プロも、今現在ですね2回戦っていて 45.5 プラスとなっております。そして一つ井深也プロ、こちらは本日初参戦となります。さあ、それでは、対局の準備ができたようなので早速統廃スタートしていただこうと思います。フォーカス M シーズン719回戦統廃開始です。なお、ルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。それでは本日も斉藤豪プロ、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。今回この4名ということでどのような対局になるでしょうか。いや、もう経験十分な4人が揃っているので、はい、なんだろう、ちょっと僕も展開読めないんですけど、はい、まあ、ポイント的には、はい、まあ、スタートしたばっかりではあるんですけど、今日初参戦でプラマイゼロの一つ井さんと、はい、あとちょいプラの森下さん、猿川さんにちょいマイナスの黒沢さんなんで、はい、あの基本的にフラットな戦い方が見れると思うんですよね、はい、あんまりポイントに縛られない戦い方というか、はい、そういうところでその普段のフラットな麻雀がどういうふうに見れるかっていうところが一つ楽しみになりそうですね。はい、はい、ありがとうございます。では当院局ですね、親はこちら猿川となっていまして、ドラが両ピンとなっています。早速各選手の手どうでしょうか。そうですね、全体的には、はい、今猿川さん言ってる、うん、なんか戦えないみたいな人はいないですよね、はい、ちょっとだけ森下さんが形的に遅れてるかなっていうところはあるんですけど、はい、黒沢さんと、はい、うん、今いいのが見えましたね。いいのが見えましたね、はい、他3名に関してはかなり良さそう、はい、もういいシャンテンですね。一つ井さん早いですね。一つトンのポンテンを取るかどうか、はい、こちらですね、うん、黒沢の手はこちら赤赤が入っている、そしてリアンピンも入れたいところ。そうですね、まあ、特技ドラ引きという異名もあるので、さすがですね、セレブですね、はい、そうセレブのね、はい、トンのポンテン取るかな、まあ、トン一曲ですしということですかね。これはどれを選択していくか、ジャントがない形ですかね、難しいですね。やっぱりリアンピンのストレートに引くとか、ただ急走切る手もあったんですけど、はい、パーソンがすでに1枚見えてることで6球走の縦引きを重視しましたね。はい、さあ、まだこちらのトーンは、うん、親のサルカー、これ一つ選択、E ピン切るかな、さすがに E ピン行きました、はい、すごいことになって、はい、いきなり大チャンスですね。ハネマンとかまで見えますよ。これはトーン一曲からセレブ打ちが出るのか、うん、C56 の3色が見えてますから、はい、入り方によってはもう積もって3000-6000、はい、裏ドラ次第ではうわうわこれはそんなことある。いや難しいですね。振り手のリアンパーソン残して3ピンとか切る手はあります、はい、3ピン切るか黒ウーソーと入れ替えるか2択です。来ました、これは、うん、全ての赤を回収したということですね。もう特技ドラ引きって言ったけど、はい、まさかこんなに回収するとは思わなかったですね、はい、いきなり、はい、
このトーンは出てもおかしくない。先に順目もそこそこ10順目っていうことなんでポンテン取りそうですね。はい、こちらトーンを切ってきました。こちらをポンテン取ったのは一つ、いい、はい、ウッパーピン、これ買わせたらでかい。はい、これでいいシャンテンとなります。あ、いや失礼しました、テンパイですね。そうですね、失礼いたしました。黒沢さんがリーチ来る前に買わせたら大きい。猿川さんも両面両面のいいシャンテン、はい、ウッパーピン良さそうですね。しかも森下さんから今にも出そうだし、キューピンが3枚切れてるから、あのパーピン縦のフォローを効かせたいっていう理由でちょっと時間かかるかもしれないですね。はい、ただいつ出てもおかしくはない。6キューピン入ったら即。さあどうだ、テンパイするのか。テンパイではまだないと。これはつもぎりになるかな。はい、うん、赤ウモは使える形ですがというところですね。そうですね、切ってきました。ソーズがもうウースを切っちゃってるから振り手になっちゃう可能性があるんですよね、はい、ウーワンをちゃんとにすると。はい、もちろんピンズ伸びても振り手になる可能性あるしということでしたね。はい、さあウッパーピン早く上がらないと来てしまいますよ。そしてまだセレブのリーチが、セレブリーチはテンパイがまだです。こちらもイシャンテンのままだ。サルカワさんはチーピンは一瞬一つイサに受けたけど、いずれ出る可能性はある。あ、出てもいいのか。はい、まだウッパーピンは川にはないところ。わーっと、これは裏めりましたね。はい、3ピン切ってればっていうところでしたが、はい、もう一回振り点に受けて3ピン切る手はありますね。これはもう折りがないんで、はい、絶対に、はい、あとはいかに自分が上がれるかだけ考えていい手配。一通を見るというよりは、はい、どこを縦に重ねてスッチーワンでリーチを打ちやすくするかとか。はい、若干受けましたかね、急走は。おわ、来た、おっときました。これ親のリーチがかかってきました。待ちはロー9ワンです。9ワンが3枚見えていて、ローワンもちょっと見えてる。こちらのパーピンはまだ積もれない。パーピンがこちらに来ました。あんこにしました。一つの上がりのパーピン。うん、現物、そうですね。あ、ウーピン、あ、ウーピン出ました。はい、これで一つの上がりトン、先手の上がりとなりました。うん、一つさんとしてはもう出だしとしては十分ですね。はい、ただ黒沢に大物手が入っている。いやー、これはめちゃくちゃ気にしそうですね、黒沢さん。はい、やっぱそのうまく拾えてればリーチまではいけそうだったので、はい、リーチをしてたら展開が変わったかもしれないみたいな。はい、そしてこの一つの手、なんだこれ、なんですかこれは。ダブトンにチャンタも見えますね。はい、さらに中本だ、泣けるかもしれないと。そうですね、ダブトンチュンチャンタだと12,000。さあトンを泣いていきました。ダブトンを泣けました。一つい、そしてドラはペイとなります。うん、ただチュンがこちらに2枚重なっている。あ、本当だ、はい、じゃあチュンポンはない。あ、もうテンパイだ。早い、こちらダブトンチャンタのテンパイとなります。うん、とてもチャンタをテンパイしているようには見えないですね。特にあの捨て牌というところで、何拍ペイって切っただけで、はい、ダブトンチャンタのテンパイってなかなかないですよ。ただこのペイが早いことによっていいシャンテンテンパイかなと思う方もいるんですかね。いや、いないです。まだいない、はい、これでテンパイだって思ったらもう麻雀成り立たないので、成り立たない、はい、まあ、ダブトンポンだから赤1枚でも入ってたら嫌だなってみんな思いながら打ちますね。あ、三蔵出ました。こちら早い。さあダブトンチャンタの上がりとなります。これは事故ですかね、ほぼ5,800円の上がり。テンパイのこともあるけど、はい、圧倒的に脳天のことが多いし、はい、あの捨て牌からチャンタって読めるのはちょっとエスパー級なので。エスパー級ですか、はい、はい、またドラペイ。さあドラが2連続ペイとなります。トン2局1本場。森下さんドラドラ赤ですね、はい、ドラドラ赤の手、ペイがドラトイツです。黒沢さん苦しい手牌、これはもうチートイツも見切らない。あ、チートイツ見切ってきました。チャンタの方にチーピンがこいつでしたが、こちらを切っていく。うん、サルカーさん良さそうでした。単品系、はい、ドラが1枚あるし、はい、そして親の一つがまたダブトンが統一と。そうですね、こちらもまたぶつかりそうな。確かに、ただ今回一つさんダブトンのみになりそうなので、はい、ドラを持ってる人からするとちょっと攻めやすくい曲になるかなと。黒沢さんは半分若干折りも考えながらになりそう、ね、はい。さあここ注目のところ、 E ピンを重ねました。うん、森下さんはちょっと手配重たいんで、はい、薬配重ねたいから、はい、薬配は最後の方に回してますね。半途中をまだ残してる理由ですかね。そうですね、はい、
このあたり重ねてポンしてあのドラさん、はい、ドラさんを生かして上がりやすくするみたいな構想になりそうですね。うん、なければだいぶなんか来てるぞ。来てますね。スムが来ている。これはチャンタって有効牌が少ないからなかなかシャンテン数進まないんですけど、はい、順調ですね。徐々に進めている黒沢はこれですね。おっと、これでジャン島ができたかって、いいシャンテン、純ちゃんのいいシャンテン、すごいことになってきましたね、はい、5巡目で純ちゃんのいいシャンテンにしました。6巡目ですね、失礼しました。いや十分でしょう。リャンマン三条、リャンマン三条はリャンマンがもうないですね手に。そうですね、リャンマンが3枚手にあると、はい、で捨て牌に1枚あるんですよ。だからちょっと苦しい。ここまでは来たけど三蔵引き、残り2枚の三蔵引き入れてリーチできるかどうかぐらいですね、はい、さあここ、うん、あとはペイが重なることもないのか、苦しいか。うん、あと1枚しかない。一対の手もすでにイーシャンテン、リャンシャンテンですね、失礼しました。リャンシャンテンには来てるけどまだトンが出てこない。うん、トンはもうダブトンはすぐ泣きますかね。これはダブトンは泣きますね。テンパイですね、はい。さあ転廃しました。サルカーさん、はい、サルカーさんが換算ワンですかね、はい、イーペーコードライチ、タンヤをタンヤをイーペーコードライチ、5200の転廃が入っております。3ピンを引きました。はい、ドラ切ってドラポン、無理やり本一、無理やりですねこれは。うん、プレッシャーにもなるし面前だとちょっと上がりが厳しいっていう判断ですね。はい、これリャンピンがよく見えてますね、黒沢さんの目から。だからリャンピン受けは残したいけど、はい、どうするか、どっちを切っていくか。ただこのリャンワンが、うん、残るとこのリャンワンはないということですね。ないですね、はい、どこを切っていくのか。ただ将来猿川さんがマンズの変化をしたときにリャンマが出るパターンがあるんで、はい、ウーマンパーマンを引いたときということですね、とかですね、はい、あ、これこっちですね。あ、これでも変化、あ、これでリャンワンが出ましたが間に合わず、そう、はい、ここに間に合えばよかったんですけど、はい、あのパーワン引くと振り点だったんですが、今のローワン引きはウッパーワンで、はい、あれ、もしかしたらウーマン浮いてる、やばいですねこれ。これは本一に行ってしまったらこのウーマンが出てしまうから、相当しかも高め。ただトンが切りづらいのかトンを重ねたいのかまだ残っているところ、まだトンが川には切れていない。こちらにトンは統一、いやもうウーマン次じゃないですか。ここピンズを引いてしまったら、あの安全度、はい、安全度が高い牌持ってきたら切り替える可能性が高い。G マンを引きました、うん、まあ、数ワン切りますね、はい、数ワン切ってウッパーワン数ピンでリーチ行こうか考えてるかもしれない、はい、あ、来ました、リーチが来ました。待ちはウッパーワン数ピン、はい、積もれば3アンコーだし出れば面単ピン E ペーコーだしみたいな、はい、両天秤に、あ、数ピン、ね、このウーマンとても危なくなってきました。いや、とても危ないですね、はい、転廃したら出るかも。はい、一つ以が転廃しました。関数層、いや危ないねこれ、森下さん漫画ありますからね、振り込みで、ウーマンの振り込みでも漫画、うん、うわ、これポンかな、ポンすると、ポンするとこちら、いやさすがにハネマン転廃は無理か、うん、はい、ウーマンが出てしまいました。サルカーの上がりとなります。裏ドラはどうでしょう。はい、裏ドラは乗らずです。リーチ、タンヤオ、イーペイコードラ、8000点のは8300点の上がりとなりました。一応ピンフもつきますね、打点は一緒ですけど、はい、リーチ、ピンフ、タンヤオ、イーペイコードラですね、はい、ありがとうございます。結構珍しい形なんで、あれって、はい、なんか三連コっていう役も、はい、あの過去にはどこかにはどっかについたかもしれないみたいな、はい、昔三連コ好きだったんですよ結構マニアックですね、はい、そう、なんか身内のね、はい、麻雀とかだと三連コとか採用したりしますもんね。ありましたね、はい。さあ、そしてトーン3局となります。ずっと自敗のドラが続いてますね。はい、今回のドラも白、また自敗となります。そして森下、親の森下はトーンを統一にしました。ダブトン統一、うん、さあここですね、泣ければ簡単になりそうか。毎回ダブトン統一ですよね、はい、この方が。でも黒沢さんほぼ単ヤオで埋まってるから大チャンス。はい、こちらサルカーの手も速そう。サルカーさんは速度をの、速度に特化するか、はい、本一を無理やりつけて打点に特化するかみたいな選択はまだ残ってますね。はい、サルカーの手、この初は泣きそうですかね。こちらですね、泣きそうですね、はい、まあ、泣いといて
泣けば天敗か、はい、ただ泣いてこれは取らずで本一いきそうな気がします。うーん、やっぱ2000点天敗と8000点のイーシャンテンだと、はい、8000点のイーシャンテンの方にこの順目だったら受けそうですね。はい、さあどんどんマンズが来る、うん、しかも今リャンマンを引き入れたことで、はい、マンズの変化がすごく強くなったからこそ相当外しそう、はい、ただこれ6球ピンを引いてしまった時はリーチをかけたりするんですかね、うん、リーチでしょうね。あ、なるほど、はい、サブロー、その時もサブロー1かシャンポンか選べますけど、はい、多分シャンポンになんとなくしそうな気がする。うん、あとは初、はい、ちょっと早く出たいですね。見てみたい。もうこの黒沢の初が出るか、意外と出ないですね、はい、ってなるとリーチだ。これが来ました。やっぱシャンポンにしましたね。はい、シャンポンリーチ E1 初の待ちとなりました。うん、初は1枚黒沢が持っています。当たりになっちゃった。うわ、さすがに白はいけないか。はい、マリシャさんもドラの白でも白打たないとなるとソースで回るローソーチーソー、はい、トンを打つかローソーチーソーで回るかですね。このダブトンを打つのか、うん、どっちかになりそうです。ローソーは赤ウソを先に切ってるんで、はい、いわゆる、あー危ない、黒沢さん危ない。ただ初を重ねた。いや危ないですこれ、はい、うわ、同じく赤またぎだから、はい、黒沢さんはもしベタ折りコースになると将来超危ないですね、はい、2枚切ってしまう、2枚、まあ、1枚で当たりなんですけども、はい、なかなか当たんないですからね、統一落としの字入って、はい、さあまだローソー引いてローソー切っていきました。サルカワさん、やはりサブロー1にしないで、はい、あえてシャンポンの方にしたと、うん、やっぱ打点的な魅力があるし、初で上がれたら、はい、片割れの E1 もマッチとして優秀、はい、はい、E1 はまだ、誰の手にもないので山に2枚残っております。で初は0枚、初は0、はい、こちらもイーシャンテン、はい、あ、ただ何を切っていきました。受けましたね。E1 こちらに来ました。でも森下さん降りてますからね、はい、残り E1 は1枚。あ、でも待って、 E ピンってちょい押ししましたね。はい、これは諦めてない。どうせば初はまだ切らないと。あれ、粘って、いいシャンテンではあります。うん、粘りましたね。はい、一つ井さんはトップ目だからあんまり全力では行きたくないと思うんですけど、うんうん、はい、テンパイしたら行くでしょうね。はい、何を聞くのかですね。はい、黒沢さん耐えられるか。これはパーピン、キューピンを重ねた白の短期でも、うん、行くと思います、はい、打点的な魅力があるんで、うんうん、もちろん白から重なっても勝負するし、はい、森下さんは数ピン通ったことでちょっと受け、黒沢さんは安牌がある限り初は出ないけど尽きた時にどうかですね、うん、ただ今3ピン通ったからまた耐えられる、はい、うん、さあ残り猿川の上がりは E1 が1枚山にある。ローピンはきついでしょう。はい、1ピンを切っていきました。うん、ひとついさんもほぼギブアップ。はい、ここも初はもう出なさそうですかね、あの感じだと。どうなんで、安牌足りてますか。はい、そうですね、3層9層はどっちも通るんで、はい、二巡は大丈夫、はい、なんちゃなんで最後にあと1杯足りるかどうかですね。はい、引いてこれるのか。さあ E1 残り1枚、うん、多分ね、もうないんですよ、急走の次が、はい、だから急走の次、ここですね。あ、大丈夫です、これ、ね、はい、これで2枚あると、うん、初は出ない形となりましたか、はい、あとは残りの E1 も大丈夫そう。はい、残り2枚、流局ですね。はい、さあこちら配定となります。危なかった黒沢さん、はい、サルカーが1人転敗、うん、サブロー1でも上がれてないし、はい、結果的にあのみんなの守備が光った曲でしたね、ここは。そのせいだったらあの初は出てた可能性もある、うん、そうですね、全然、はい、今にも出てもおかしくないパターンがずっと連続してましたからね、はい、さあそしてこちら来ました、トン4曲、親は黒沢一本場となります。ドラはパーピン、ようやく自敗から抜けましたね。ようやく自敗の呪縛から抜けましたね、はい、呪縛なんですねどうでしょう、各それぞれの手、こちらなんかそう、はい、すごくいいっていう人は今のところいないんで、はい、結構
終盤勝負になるかも。黒沢がこちらでメンツを一つ完成か。うん、タンヤオの方に行ってましたね。はい、こちらもチームを引き入れる。あ、メンツが各それぞれの手配でできていく。そうですね。おー、いいチーソーを引きましたか。うん、ハイパイはそうでもなかったけど、みんなツモが効いてる。はい、まあ、この4人もう経験豊富な4人が集まるとテンポ早すぎて、はい、見る方も大変ですね、これ。はい、ちょっと視聴者の方々はすごい楽しいと思います、これは。うん、早くて、はい。おっと、大好きなドラゴン入れました。ただ Q1 が振り手になってるんですよ、黒沢さん。だからちょっと、うん、そこがどう出るかですよね。こちらもパワーピンを使える形になったか。うん、将来6、7、おお、引きました。帰ってきました、カムバック。9万、嬉しい。何を切っていく。ローピン切るのが自然だけど、はい、ドラの引きを重く見るんだったら今の一打ですよね。はい、まだパワーピンが引いた時の対応と、はい、うん、あとはチーピンとか引いたりとか。はい、おっと、こちらも進んで外した。ローピンを外しました、うん、やっぱドラ表の缶チーピンのリーチはちょっと弱いと。はい、なのでマンズを伸ばして一気通過のリーチをかけたいってことですね。はい、ん、うん、なんか違うけど一応三面ちゃんです。はい、マンズで三面ちゃんができている形、十分だと思いますね。はい、これは森下リーチですかね。はい、さあドラのパワーピンを切ってリーチ、こちら、スーマンウーマンパワーマンですね。はい、さあイーシャンテンの黒沢、ジャントーが今現在はない形か。うん、追走は筋だから押しやすい。はい、スーマンウーマンパワーどうだ。うん、打点としては魅力ないけど形としては十分。はい、だから一瞬森下さんドラ短期も考えたんでしょうね。うん、短期も取れる形、うん、ラス目で変貌も欲しい状況だから、はい、ただ三面ちゃんの魅力には抗えなかった。はい、抗えなかった抗えなかった、はい、あとはパワーマン、はい、いやこれは何を切るか。スーソーこのパワーマンが当たる。あ、9万、すげえ、9万を切っていきました。これ回避手順組みましたね。はい、チーワンも当たらないマンズ、すごこれ。打点的な魅力ですよね、まず一つ、はい、こうしておくとメンタンピンイペーコは赤が見えるんで一番押す理由ができる。はい、形で押すか打点で押すかの選択で打点で押すことを選んだのが黒沢さんですね今。うん、しかもこのパワーワンは当たりを止めたと。そう、結果的には、はい、さあ転配できるのか。うわー、見事しました。そしてリーチ来ました。しかし3万がない。ないのか、この3万。そうです、4枚使っております。森下が4枚使っている。ローワン残り1枚。ローワン残り1枚。ウーマンパワーマン、いや2枚あるか、2枚あるかも。はい、ウーマンパワーマンスーマンは残りパワーワンは0枚。1、2、あ、やっぱり1枚しかないわ。1枚ですか、ローワン1枚。ただ1枚いればいい。どうだ、確かにパーマンが1、0枚ですね。0枚、はい、スーマンが1、2枚手で使われていまして残り山に2枚。ウーワンが1枚2枚使ってまして残り2枚。4対1ですね。4対1、はい、さすがに4が強そうだけど1枚やると分かんない。1つ泣いてますね。3対1ですね。失礼いたしました。はい、わかんないですね、3対1だと。はい、まだこれだって森下さんローワン掴んだらいかにも値ですからね、はい、3枚4枚も使っててぐぬぬですよね、うん、これは結構でもあるんですよね。あるあるですね。4枚使ってるやつの片方を引く。これ黒沢さん上がったらすごくいい手順というか、はい、打点に取った手順が見事にはまることになるんで、うん、あーさすがに10万を積もりました。森下ドラが、裏ドラが1枚。はい、1枚、ローマンが乗りましてね、リーチツモ、そして裏ドラが乗りましてリーチツモドラ。はい、1200の上がりは1100、2100の上がりとなりました、はい、しました。まだローマンは1枚いたんですけどもね。ね、はい、積もって4000オール、はい、ありましたね。はい、手順も最高でした。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。最高な手順を見せていただいてありがとうございます。もうお腹いっぱいです。さあまだまだ見たいところ。さあ9曲入りました。おい、こちら赤赤の手、そして今回のドラはチーマン、うん、黒沢さんもいい、猿川さんもいい、はい、これはぶつかりますね、はい、3人。一つ井さんはドラドラでチュンがこいつった、は
はい、だからもちもちだ。そうですね、サルカワが欲しいチュンで割ったってことは、ひとついさんとサルカワさんがちょっと漢字絡めになってる。はい、サルカワさんもリーチできそう。はい、これリーチってきたらひとついさん今度ピンチですね。チュンが逆に出てしまうかもしれない、うん、ただ4トイツか、4トイツはあると。お、両ピン。森下さんは比較的白が被ってない分自由に打てますね。はい、仕掛けて3900とか十分だと思います。これはローピン切ってイーシャンテン広げる、はい、パーソーでもイーシャンテンパになると、うん、4トイツだけど親の見物がない限り常にリーチとされたらチューンは危ないですね。でリャンクローサーもイーシャンテンですかね。リャンシャンテンかな、イーシャンテンまでありました。はい、あと1枚入ればテンパイですね。あ、テンパイ、そうか、イーシャンテンか。なんかリーチいけそうですね。はい、黒沢さん各社が早くなりそうな、このあらかん、あららららあらららら、肝臓の暗冠が入りました。さあシンドラはこちら9ピン、ここでどうだ。ああ、ただただもういつでもですね。そうですね、これ3ピンを切っていきます。さあこちらもイーシャンテン、これはリーチと言いたい。肝臓、関連像はもうない。どうだ、来た、わー嬉しい、いいですね。なんとサブローソーのテンパイ。さあ黒沢からリーチ入りました。うん、なんで上がれば打点的な魅力もある。はい、サブローソーで上がると世にも珍しい出上がり60分。はい、いい半上がりと。そうですね、ほぼいい半上がりのやつですね。はい、この難がまだ、あ、ここに来ました1枚、はい、そして川に1枚なので今山には難はありません。うんうん、三蔵はこちらは、手に1枚使われています。そして川に1枚2枚、そしてローソー1枚なのでもう十分ですね、町の数としては、はい、サブローソーがまだ残っております。はい、そして親のサルカーもいいシャンテンから進まない。ひとついさん難大丈夫ですかね、粘ると危ない。はい、これでいいシャンテン、チートイツのいいシャンテン、ドラドラになっちゃったから、はい、よりですかね、うん、より危ないですよね。スーワンウーワンが切りづらいっていう理由で、はい、とりあえず1枚切れの難みたいなふわっといくパターンがよくあるんで、ありますね、はい、3巡目、そう、3巡目に難切れてて6巡目リーチだから、はい、ただあとは黒沢さんなんで、はい、やっぱ一泣きしない方が多いっていうところですよね。ああ、やはり難が出てしまいました。さあ裏ドラは、はい、こちら裏ドラが乗りまして、リーチなん乗ってのあない、表ドラですね、失礼しました。そうですね、はい、リーチなんドラの上がりとなりました。64、はい、6400点、16歩と4歩で6400点となりました。なんが出てしまいますか、あれはチートイツの場合であれば、ドラが重なっちゃったんですよね、はい、だから打点的な魅力ができたっていうことと、やっぱ M リーグルールはトップが偉いというか、はい、トップを取らないとなかなかポイント伸ばせないっていうルールですから、はい、ああいうチャンスでは決め手になるんですよね、うんうんうん、だからあれを決め手にしてっていうことをしたかったんですけど、ひとついさんは、うん、それが裏目になってしまったと。はい、やはりマンズの方が切りづらい、ね、切りづらいですね。はい、そして難2局になりました。親はひとつい、ドラは3万となります。すごい平たい。はい、そうですね、全員2万点以上の、うん、やってる方はトップもラスもある。うん、あ、猿川さんどうする、積も切るか。あ、平たくした。はい、これでいいシャンテンですかね。はい、はい、親の一つも悪くはない手ですかね、うん、そうですね、森下さんもペイのあんこがあるから守備は考えなくていいですからね。はい、大沢さんは一気通過のいいシャンテン、マンズを残していきました。うん、猿川さんは今のところどうやっても愚形テンパイになっちゃうから、はい、テンパった時にリーチと行くかどうかが一つ見どころですね。この状況だとリーチかけて追っかけの高い手が来た時も怖いですよね。一回放銃したらもうラスまでありますからね。何二局だと一回放銃して何三局に移行するわけですから、はい、親に放銃したら何曲一本もだけど大体痛いんで、はい、そしてもう自分では親がないと、うん、そうですね、結構両形でリーチしたい局面ではありますね。はい、さあ何曲となりました。早い展開
うん、早い。とても早いですね。一本は1回だけ、うん。めちゃくちゃ早い。はい、それも流れの一本はなったので、早い展開となっております。両蔵が入りました。そして急走を切っていきます。うん、一歩前進。はい。森下さんもいいシャンテン。はい、寒中層が入りました。何を切っていく？打点的な魅力をつけに行きましたね。はい、ドラが3話なので数話を残しましたか。はい。こちらいいシャンテン、まだ展開できず。うん、うわー、うまくいった。完璧じゃないですか、これは。はい。ただ、リャンマンが薄いんで、実質、ペンウーワンみたいな。表示牌と川に2枚。猿川さんもリャンマンが3枚見えたんで、今 E1 切りましたね。はい。おっと、これ官老層が入りました。とりあえず三蔵を切りますか。これでいいシャンテン。はい。森下さんは難しいけど、うん、もうマンズのターツは外せないですからね。はい。あ、天牌ではあります。これは気に食わないですね、そうですね、黒沢さん的に。はい、キッズにならなかったし、ペン3万はドラ待ちで、ドラ待ちで、はい、あんまり良くないし、その3万が打たれる、出たがです。これはさらに気に入らないのでは。はい、役が、あ、ただここにも3万が入ってきた。うん、黒沢さんどう出る。なんか打たれた後につもぎりリーチはしづらいけど、うわー、これはどうだ。いや、これはでも猿川さんの3万打ちのタイミングが見事になりましたね。はい、一巡ね。そう、ドラだからって言ってちょっと粘って、はい、一巡でも遅れてるとこれが闇天の、うん、一通ドラドラに一ドンでしたから。ズドンですね、一番痛いです。あ、そしてつもぎりリーチをかけました、うん、黒沢最終手出し G1。 はい、これはもう出上がりが期待できないって考えてプレッシャーをかける方にしましたね。はい、なるほど、はい、うん、もちろん上がれればラッキーだけど、はい、局面を長引かせてプレッシャーかけて積もれればラッキー、積もれなくてもプレッシャーになれば OK と。はい、はい、その3ワンは残り山に1枚まだ残っております。川、うん、的にもちょっといるかもしれないという期待もあるか。はい、マンズただ3ワンではない。あ、戻ってきた、お帰り。せっかく先に切れたのに。はい、さあ、そして一つ芋天杯。これは G1 を切ってリーチ。ああ、行きましたか。関数ワン。はい。関数ワン。これも1枚いる？バニゼロ枚。バニゼロ枚、手には1、2枚。じゃあ2枚いるんだ。はい。この関数ワンが。意外といいですね。数万が強い。3万はありません。これ黒沢さんもピンチだけど、一つ芋さんも3万。3万ないのか。はい、3万これでなくなりました。はい。じゃあめちゃくちゃ黒沢さんピンチですね。はい。猿川さん、あ、猿川にお帰りの3万が来ましたので、はい、大丈夫か。うん、3ピン。さあ、ここ、おっと、おっと、振り点なし。これは振り点ではありません。これは一気。そしてリャンウッパーマン待ちの闇点を取りました。数万残り1枚です、これで。うん、ローソーは一つ井さんに中筋、黒沢さんに片筋なんで、はい、比較的目筋の中では押しやすかった、うん、このリアンパンは買わせたら大きいですね、猿川さん、はい、どうだ。うわー、単品までついた。これ勝負か。高くなっていく、リーチかけるのか。いや、ありますね、これ。待ちは少ないけど決め手になるんで。どうだ。あ、いや、今ちょっと半分ぐらい曲がった。ほぼですね、今30度ぐらい曲がりましたよね、今。少し角度をつけた、9ピン。いや、絶対今角度ついたんで、はい、行こうかなって考えたのはあると思うんですよね。はい、さあ、リャンウッパーマン30度ぐらいリーチ入りましたよ。はい、30度リーチは向こうなのでリーチではありません。さあ、闇手を取りました。そうですね、発生がないとね、はい、リーチではないんで。さあ、残り山は少なくなった。こちら三面ちゃん待ち、6ピン。これは、うん、筋だ。3ピン通って9ピン通って、はい、ただリャンワンがもうほぼほぼないので、はい、はい、1枚もないのでリャンウッパーマン待ちもこちらも上がれず、はい、3人天敗となりました。いや、猿川さんよく数万引き入れた。3万戻して数万引き入れて。3万短期とかが一番嫌でしたもんね。そうですね、切れない3万。だから麻雀ってね、はい、うまく当たりになる前に当たり牌を逃がすことができても、うん、お帰りするパターンがあるんで、そればかりはもうしょうがないですからね。はい、よく見ますね、そのパターン、うん、はい。さあ、そして一本場となりました。ドラはシャーとなります。そして一つの親続行、
イーシャンテン。はい、第2局。こちらもイーシャンテン。うわ、いいよ、森下さんも。これ柔らかくするなら E1 3万だけど、ストレートにイーシャンテン取るならこうですね。はい、こちらでイーシャンテンとなりました。黒沢はどうでしょうか。これまた一通が少し見えるか。うん、うん、E1 を引き入れて何を切る。はい、そのままつもぎりしました、うん、ロスがないと。リーチだ。早いリーチ。森下からリーチ来ました。町は関連ワン、うん、全員の点数が僅差であることと、強卓、はい、が2本落ちてるんで、はい、上がりの価値が高いってことですね。ただこのリャンワンがなんと山には0枚と、なんと。ただリーチってされた方はたまらんですからね。たまらんですね。例えば一つ井さんが手詰まって、はい、比較的外側の2枚あるリャンマン、うん、選ばれても全くおかしくないですね、はい、うん、これ親としてはやはりここは攻めたいところですか、それとも。いや打ちたくないけど、はい、もう強制的にしばらくは目つぶって、はい、比較的安全度が高ければいくでしょうね、はい、ただ目いっぱいはしないと思います。打点的魅力がね、赤ウピンくっつかないとないですからね、うん、はい、スーソー今通ったから大丈夫。あ、ウーピン、ウーピンも通りました。ウーピン3枚見えた。赤ウーピンも持ってて、なんかウーピン周りくっつきたい、はい、くっついた。これ危ないよ、危ない危ない危ない。どこ落とすか。いや、めちゃくちゃ危ない。相当危ないですこれ。左2つのリャンワンも当たりだ。ウーピン切ると助かるけど、リャンマン1回勝負ありますからね、はい、この局面。赤が入ってしまって打点が上がったけど、赤を切ってきました、うん、はい、今出てもおかしくない瞬間でした、うん、やっぱトップを取るんだったら親番は勝負で赤位置使えるようになったから、はい、これでワンチャンスのチーピンか。これは助かる。継続。この手組だとリャンマン出ることってなかなかないですからね、はい、ほぼほぼ報酬はなさそうです。猿川もこれは降りている状態なのでリャンマンは出なさそうですかね、うん、猿川さんは一応ビザではあるけどトップ目なので、はい、簡単には報酬したくない、うん、一井さんはここで積もられるとだいたいラスに落ちちゃうんで、はい、ちょっとだけ行く理由がある、うんうんうん、この状況ですからね、うん、難しいですね。とはいえ打点的な魅力がなさすぎて、はい、全力ではいかないと思いますね、うん、チャンスでもあるけど報酬したらラス候補になるから。あ、転敗した。転敗しました。換算案で転敗いった。リーチも行きました。さあこの3案、この3案は残り1枚、はい、自分の手に1枚、1枚使われているのが2枚、1枚ずつとですね。リャンワン0枚、3ワン1枚の戦いとなりました。リャンマン出ない手組にした。いやすごいですね。はい、なんか本日はなんかすごい手組が皆さん、うん、なんかギリギリ耐えてるみたいな局面が多いですよね、はい、さすがうまいです。ただ1枚、1枚だと流局する可能性も相当高い。はい、3ワンはどうだ、どこに行く。サルカワさんは初はションパイ、急走はワンチャダブルワンチャンス、ただシャンポンが全く否定できない、はい、リャンピンは宣言パイの数字、キューピンが比較的打ちやすいが、やっぱりこれもションパイ、うん、ションパイですね、うん、まあでも消去法でキューピンになりましたね、はい、さあサルカワが苦しくなってきたか。うん、うん、サンゾは切れる。猿川さんは安牌つきたらちょっと危ないな、危ないというか、はい、困る、はい、報酬はないんですけど結構困りそう。何を切っていくのか、うん、まあやっぱり急走とかになりますかね、キューピンと同じような理由で、はい、さあ山に1枚の3番まだ。あ、でも急走も怖いな。引いてくることはできず耐えられるのか。老走通った、うんうん、これで6急走して、はい、急走はシャンポン短期残り1巡、ここで初がと詰まった、初が統一になりました、うん、多分急走が候補に一番入ってると思います、はい、ただ急走は川には0枚、うん、はい、急走を切っていきました。老走、ね、取ったんで良かったですね。さあこちら、あ、最低がつきました。こちらは裏ドラはどうでしょう。乗った、乗りました。リーチイペッコ、ハイテイ裏ドラです。
やこれは一つ井さんのリーチの選択が本当に失礼しました、法廷でした、失礼いたしました、はい、出上がりのロンダと一応法廷、はい、いつもだと入って、はい、僕もよく分かんなくなって間違えます、はい、また間違えそうです、気をつけます、失礼しました、はい、さあそして最後にいたのは3番、いや見事なリーチ判断ですね、はい、結構闇点にしちゃってどっかで降りようって考えるのも割と自然だったんですけど、まあ、さっきの通りトップが偉いルールなんで、こうああいうところはリスクを負う価値があるってことですよね、はい、さあその結果最後にいたのは3番盛り上がりをしました、うん、そして続いてドラが9番となります、何2局2本場、ね、1つ井のおやず番続行、はい、もう1回上がってトップを盤石にしたいところですね、1つ井さんは、はい、ただ手はリャンシャンテン早い手です、これはどうでしょう、ハックなんか出た時は現在ドラがないんですけど泣いていきますか、泣かないと思います、泣かない、はい、多分あの1500点なんですよこれ、はい、ってことは泣いて頑張って1500の連チャンしても相手に親かぶりのチャンスを与える可能性の方が高くなるって考えそうですね、はい、うん、わかんないですよ、泣くかもしれないけど、はい、そう考えるのが自然だけど、逆にその上がることでこの曲の大物手を潰せる可能性もあるから、はい、そういう意味で仕掛ける人もいるし、うん、連チャンすることの価値が低いと考えて泣かない人もいるしみたいな、はい、どっちかというと泣かなそうな雰囲気があるかなって、うん、うわこれはドラ切っちゃう、特技を生かせず、うん、ドラを切っていきました、もう形が許されなかったですね、あ、イーシャンテン、こちらも純ちゃん、うん、イーシャンテンです、リャンマン切るかチーピン切るか、はい、3色下の、おお、そうか、3色あるのか、見えると、はい、確かに3色があればああなりそうですね、お、赤を入れました、一つ、これは3500、はい、いいシャンテンです、うん、さっきよりはちょっと泣きやすくなりましたね、はい、これだともう1枚赤が来たらコッパーになるから、はい、なんか仕掛けた後もたまに高くなるパターンありますからね、あります、9番を持ってきてもドラが1個増えると、うん、できればリーチしたいけどさっきよりは相当泣く理由が強くなりました、はい、この白ですね、いっぱい入っていくのか、うん、泣きました、はい、これで失礼しました。これでイーシャンテンですね、はい、失礼いたしました、一応3、4、5の3色の可能性も残しながらですね、はい、ただ黒沢さんの形がめちゃくちゃいいので今にもリーチ入りそう、お、参加さん、純ちゃんもつける、純ちゃんもつけれる形となりますか、にゃんめん落としを見せていく、うん、これは相当プレッシャーかけに行きましたね、にゃんめん落としあえて見せて、はい、おっと、テンパイ、広いテンパイ通っていきますか、これは、これは行くでしょう、リーチをかけるのか、リーチかけました、数層切りリーチ、待ちは3万ウーマンローマンとなります、一発キャッチ、こちら純ちゃんをやってるのにローマンをキャッチして、こちらもローマンを引いてきました、これまっすぐ行ったら宝珠ですね、はい、絶対に切りたいのは3万ですから、ただ3ピン数ピンが現物なのでやっぱりトップ目ですとこうなりますね、3ピン数ピンを切っていくと、さあどうだ、うん、さあ一発はない、あとは猿川さんがローワン出そう、うん、3万を引いてしまったんで、いやめちゃくちゃ出そう、はい、純ちゃんがつきます、猿川さんローワンが横に伸びれば助かるけどリャンマにくっつくとアウト、はい、アウトだ、これは無理、これはローマンが出てしまいました、さあ黒沢の上がりとなります、裏ドラも乗りました、リーチピンク裏ドラで、3900点は日本版で4500点の上がりとなりました、はい、そして難3局に入ります、親は森下、うん、サルカさんは無理でしたね、あれは打点があまりにも高すぎて、はい、押しの一手ですね、さあそしてここ森下はなんとか連チャンしたいところですかね、さっき手痛いね、はい、法廷、ただここ見てください、あらららら、はい、ダブナン本一目指せる、あーしかしこっちピカ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 、はい、ピカピカ、さあドラは言いそう、ドラは言いそうです、黒沢の手、うーん、法王様が2人に引きます、言いそうドラです、あ、そうか、ドラドラか、はい、じゃあ本一いらないですね、はい、本
ダブナンを鳴きました黒沢。自然にチーソーとかパースを重なれば、はい、本一に行けるけど、まあ、無理はしなそう、はい、これローワン、ここもすごいですね、ローワンですね、はい、うん、すごい、わあ森下さん親全然できなそうこれ、はい、おっとローソーが入りました、カンチーソーにはなるがどうだ、さすがにパースか、マンガン、マンガンで妥協しますか、セレブの、セレブは、セレブは違います、妥協しない、セレブは違いますよ、はい、期待を裏切らない、妥協は許しません、高打点12000にする、はい、やっぱこれはシャアのポンテン取りやすいっていうのが一番の理由ですね、はい、これでまた広くなった、うん、カンウソの受けもできた、はい、そしてイーソーも泣ける形、いやしかし一つ井さんのリーチが今にも飛んできそう、はい、おここも多発選択、はい、一歩前進してきました、いやこれ森下さんきついね、今ウーピン切ったでしょ、はい、本当はソーズ切ってきたかったと思うんですよ、うん、ただ甘いにもそう黒沢さんの皮がソーズなんで、はい、受けたんですよね、さあそしてシャワーも鳴きまして、これでテンパイドラ、猿川さんドラ余ってる、はい、ドラ打てるか、パースは余ったけど、うわ森下さんきついな、うわー36000が逆か、でもこれも見え見えだから引っ掛けにならないんですよ、はい、そう言ってもだから両面に伸びやすい方を選んだんですけど、はい、まさかのシーソー、まさかまさかですね、これは山梨ですね、はい、引っ掛けが機能するんだったら別ですけど、これはどうでしょう、いやまあ、さやかさん打てないそうです、はい、簡単には少なくとも天敗以上じゃないと、ひとついさんも急走打てなくて回ってる、はい、ウーソーはウーソーここに1枚いきました、うん、あと2枚、はい、ウーソーは2枚使われているので残り山に2枚まだあります、サルカさんはリャンゾー入れば勝負手、はい、ひとついさんはもうこのペンチイソー残りはかなり苦しそう、うん、これで一歩前進、イーシャンテン急走通った、うん、急走、ここにリャンゾーが入ればリーチ来るのか、んポンは一瞬止まったけど2枚切れだからやっぱ来た、はい、森下さんはテンパったら点数状況的に勝負しそうだけど、はい、リャンゾーは長期剣敗でも行くと思いますけど、どうでしょうね、うん、いや3、4急ぎって最後ドラ勝負という形になりそうですか、そうですね、ひとついさんもまた新たな老僧が来てしまったんで行きづらい、はい、新たな僧図が来ました、最終手出しパーソー7、8、9って想図通ってますからね、はい、もう6から下は全部当たってもおかしくない、全部です、はい、天敗、天敗ですね、これローソーはただ切れ、あ、うん、あはい、牛丸を切っていきました、まあ、天敗崩して初すらいかなかったですね、はい、短期警戒か、まだウーソーは山に2枚どこに来るのか、なんと天敗はしました、難しい、これはいや難しいですね、ローソーを切ったら3色ではあります、うおーでいくローソースーパー危険でしたけどね、はい、行きましたね、リャンゾーはリャンゾーが今手に2枚あります、そして川には0枚、マジか、2対2 2 on 2 2 on 2 です、いやサルカーさんもやっぱ勝負局にしましたね、ここのリャンゾーウーソー、おなるほど、さあ泣いていきました、そしてパーソーは比較的ねサルカーさんにも通しやすいということですね、はい、さあこれおーわーやりました、ウーソー残り2枚の嘘積もりまして、ダブナン本一ドラドラ36000の上がり、36000の上がりとなりました、決めてきましたねセレブが、いやーローピンチーピンをやはり落としていくと、あそこはドラの方を2枚を生かして、はい、さあそして上がった黒沢が南4局の親となります、いやすごかったですね、いやすごいですね、なかなか上がれないですよあれは、うん、まあね、ほとんどの人がウッパーピンで8000点でいいやってなるところ、はい、あードラ森下さんでも条件が厳しい、はい、バイツモでようやく3着とかいう状況ですからね、はい、いい傾向のような形になりましたが、どうでしょう、まあ、ここは森下さんはもうバイマンというよりはもう素点を少しでも回復する、はい、ドラドラ生かしたリーチにしそうですね、はい、あそしてサルカはこちらは、ソーズで染めていく、うん、ひとついさんはマンガンツモ条件、はい、猿川さんはちょっと着順アップ難しい、こっちもバイマンツモとかそういう感じですね、さあ南洋局オーラスとなります、
さあ、そして今回のドラは、3万、ドラは3万となります。ここ、順調ではある。はい。さあ、カンパーピンが入りました。何を切っていくのか。リャンペーコまで残すんだったら、はい、このチーピンは打たない。ローソーを切ってくっつきテンパイを求めていく。リャンペーコまで伸ばせばバイマンツモが見えるんで、はい、もしかしたら猿川さんを越せるかもしれない。はい、ピンフツモ、リャンペーコ、ドラドラ。ひとついさんはマンガンツモ条件なんで、はい、かなり狙いたい。あのほとんど着順ダウンがない曲なので、ひとついさんって、はい、おっと、このウーマンを入れました。そしてサンズを切っていきます。めちゃくちゃ連チャンしそうですね。はい、いや、しかしね、全曲の3000、6000がすごく大きいですね。これで1着にもなりました、うん、ちょっとこれはチーソーがハンコになる、一応リャンペーコの可能性は残しましたね。はい、あれ2000、4000だと、はい、ひとついさんの条件がもっと優しくなってるんで。そうですよね、うん、はい、全然違うんですよね。あそこをやはり、おっと、高く、いい、テンパイです。テンパイでございます。これ3丁切って闇点ですね。はい、リャンペイコー変化待ち。パーピン、キューピンを引いたらリャンペイコーの形になるか、うん、どっかで妥協の何かね、はい、普通の街でリーチもするかもしれないですけど、リャンペーコにこだわらず、はい、ここにパーピン、キューピンが統一。マジか、はい、全然ないじゃないですか。1枚ずつしかない。1枚ずつ、パーピン、キューピン、ちょっときついですね、それだと。うん、数万、街としてはいまいち。ただ、はい、ドラ引きも考えれるところですかね。確かにドラ引きもなくはない。やっぱりリャンペーコ残しますよね、はいはい、条件が条件と。なかなかバイマンチャンスってないのに、ない、はい、この曲バイマンチャンスになっちゃってるんで、はい、追いたいですね。あれは総勢の3面チャン変化も振り手に絶対なるから、はい、もうほとんどチーピンの周りくっつく1点。はい、ひとついさんもイーシャンテン、リーズもイーペーコーとか狙える。はい、うわー、でも、はい、ただですよね、条件がというところで、うん、ただこのウーマンちょっとよく見えますね。はい、短期もあるぞと。うん、ローワンが3枚見えてて、はい、3万が自分から2枚見えてて、3と6の間ってちょっとよく見えるんですよ、はい、両方合わせて5枚見えだから。だからウーマン短期でリーチしたり、このまま短期闇点続行も考えるまでですね、これは。ただそのままにした。あれ、おっと、これはテンパってはない。はい、まだテンパイではないが3ピンワンコンしました。パーワン切るかですよね。はい、おっ と, おっと来ましたよ。これイーシャンテン、バイマンの可能性が。うわ、どれを切っていくんだこれは。ひとついさんは条件残すならイーペーコーは崩したくない、はい、一応一発カルダドラ条件は残りますからね、イーペーコーあれば、はい、これは、あ、ウーピンをそのまま、うん、全部残した、はい、シートイツも。うわ、来た来ました。これでリーチ来ました。リャンペーコー確定の形となりました、はい、これだと一発か裏ドラ条件、あのピンフがないんで、はい、ただパーピン1枚あるってことですね。まだ残っております。これパーピン引いたらすごいですよ。すごいです。ラスト1枚まだあります。さあ森下、おうわ、2つ足りない、うん、おっと、スーピンがカンコに。これ黒沢さん8000点まで打てますね。はい、3400。どうでしょう、勘をしなくても待ちが良くなる、うん、一応リャンピン受けができたとも取れるんで、はい、ローソーを切っていきますかね。これ勘考えてるのかな。一応勘した後3ピンもどうせ安全度高いんで、はい、いざとなったら3ピンで逃げられるまで考えたら勘も考えてる、うん、とりあえず一応見物の右腕ローソーの近くにくっつけば優秀ってことですね、はい、そしたら勘もありますね。積もられる分にはね、はい、まずトップは揺るがないですから、はい、ローピンは現物。ただローピン自分から4枚見えてるんですよ、はい、ってことはピンズの上が伸びたらめちゃくちゃいいみたいな、ということで残したと、はい、うん、あ、てかローピンでテンパイか。そもそもテンパイですね、はい、ローピンで今テンパイとなりました。缶ウーピンの街ですね。リーチはさすがにできないけど、上に伸びたら缶まである。缶までありますかね。でも伸びないのか、ないっすもんね。そうですね、チーピンが、はい、あの、ってことはチーピンがまだ、そうですね、1枚は残っております。なるほど、
さあこのテンパイスワンは現物、うん、でも黒沢さんリーチだけはないですね。わあなんだこれは。ただこのウーピンはここの辺りだけどもですね、うん、はい、猿川さんは打てないですからね、はい、羽マンとか言われたらもうたまらんすからね、うん、はい、先点。ただここはい一ついのでこちらもいいシャンテンではあります。いいピンを切っていきました。黒沢さんがリーチ棒を出すとマンガン打ったら着順ダウンなんで、おっと最後のチーピンを引いてこれは数ピン勘ですかね、うん、そういうことですね。よく引いた、はい、最後パーピン待ちかぶってる数ピンの勘死んだらがウーマン、ウーマン乗った乗りました。3万もし元々のドラーローワン、はい、あ待ってすごいんだけどドラが持ってきてリーチ。黒沢さんめちゃくちゃリスク取った、はい、だってこれ満願放獣したらトップ陥落になっちゃうんですよ。そうですよね。リーチ棒出すと、変わってしまうと、うん、ただもう知らんと、はい、町はうっこれパーピン積もられたらたまらんですね。めちゃくちゃ面白い。ここにはウーピンが天敗ですよこれ。ヤンズを切れば、はい、しかも直撃チャンス、はい、直撃だともうよく分かんないけど逆転まであるよく分かんないけど、うん、さあ町は数層となりました。バイマンとかになったらね裏ドラいっぱいついて、はい、これ数層はどうでしょうか。数層は数層がマジなんと山に2枚。これバイマン報酬だと多分トップまで行ってた。黒沢さんから猿川さんのバイマン補充だと多分リーボー2本ついたりして行ってたんだけど、さすがにそんな都合よくは。さあウッパーピンはいるのか。うわうわ信じられない。こっちの方を積もりました。マジか。ピンの積もそして裏ドラはないですね。裏ドラはありません。ビーチ積もタンヤをドラドラ。こちら背底がつくと勘をしたので失礼しました。今度は背底の方ですね。背底がつきまして6000オールとなります。6000オールにしていくか。すごい。これがあれですか、世に言うセレブ打ちですか。これいやセレブ超えたでしょう、さすがにこのハンちゃん。そしてこのハイパイである、はい、やばいですね。ドラドラのイーシャンリャンシャンテンですか。すごいすごい、いやすごいしか言ってないんだけど、はい、語彙力どこ行ったって感じなんですけどただこちら黒沢の手リャンピンが今回南4局1分間のドラとなります。うん、ドラだけポンですね、はい、他は泣かないけど。いや背底もつけてきましたね。自分で勘をしてやばいっすね。6000をチートイチのイーシャンテン、はい、両方残す。早いイーシャンテン。さあ他はどうだ。いやこれも森下さん勘弁してくれようですよね。はい、うーん、ただ広くはなったのかどうなのか。広くはなったけどチートイツが残ってるからちょっと気になる、はい、まあ、パーソンを切るのが普通かなと思うけど、縦を強く意識するんだったら、はい、2-1 ウーワンとか打つ人もいるかも、はい、パーソン打つとメンチでのイーシャンテン、はい、両ピン泣けても転敗するぞという形ですかね。数層もありか。数層は上の伸びを意識して、はい、さあイーシャンテンは続行と。こちら一つイチューンと初、うん、一つイさんはもう終わらせたい、はい、もうこのハンチャーはいいやですよ。もう先手でもさすがにもう無理なんで、はい、今のツモで大あ、はいはい、初を泣きました。一つイもう条件ほぼなくなりましたからね、はい、もう6000オールはやってらんないですよ、うん、なんだこれ。はい、パーソーを切っていきました。イーシャンテンは変わらず、うん、さすがに一水さんが仕掛けたんだったらパーピーもポンですかね、はい、黒沢さんといえどもいえどもですね、うん、いえども泣いて5800は取る気がしますこの局の、はい、これは例えば、ワンズが入った場合はリーチ行くんですか行かないですか、ね、いやリーチですね。リーチですか、はい、うん、これはもう間違いない、はい、ちょうど今ウーピン切って筋にもかかったし、はい、筋にかかってなくてもリーチです、うん、これは自信あります。うわー振り点ウッパーソーただこれ1回すどうすんだこれ数層切る老層切っていきますか、うん、老層切っても OK、はい、発想が振り点ですからね、はい、もうこれはほぼポン点は取るがパーピンが誰かから出る未来はあるのか今のところは、うん、猿川ぐらいですかね。そうですね猿川さんは出しますね、はい、
むしろ一つ井さんは欲しい、はい、欲しいところ、大ピンを切ってよりパーピンが欲しいところ。森下さん2枚目のパーピンは使えないに出てる可能性が高い、はい、あとはドラがなんと全山、そうです、残り2枚は全山です、こっちのドラじゃない、はい、これで連敗しました猿川、猿川さんは順位変動はほぼないけど、とりあえず素点回復、はい、終わらせるリーチに来ました。町はこの今引いたウーソーですね、森下が引いてきたウーソーとキューソーの町、さすがに無駄に報酬したくないですからね、はい、ということはここで追っかけリーチが入ると、どうでしょう、これいきますかね。いや、いきますよ、はい、ノーチャンスチーソー、チーソー切ってリーチに入りました。リャンピンが2山、はい、パーピン1山、はい、3枚、猿川さん大丈夫、猿川さん、猿川の球層も、2山、ウーソーは、こちらはないと。ということは2対3、はい、猿川さん1万2000投入したら2人飛ぶんですけど、はい、リャンピンの方ですね、高い方は2山、ああ、いました、リャンピン、こちら球層は裏だ、はい、リーチ単野をドラさん、リーチ単野をドラさんの上がりとなりました。1万2000は1万2300の上がりです。これ一体何食べたらこんなにいいねそうですね、年数稼げるのか、すごいですね、お見幅になって6000オール1万2000上がってきました。黒沢だって3000、6000、6000オール1万2000ってことでしょ、はい、やばい、やばいですね、もう語彙力なくなりますね、やばいです、これはサッカーさん、せっかくもうこの半チャン終わらせるためのリーチしたのに、いやこれ2人黒棒出ましたね、はい、さあ現在78100点、あ、テンパイ、さすがにリーチはできない、チャンタの手代わりとチュンのポンテン、はい、チュンをポンして役割テンパイ組みそうな気がします、これチュンが出ましたどうでしょう、うん、アホンをしました、はい、はい、もうね着順アップがないんで、はい、万が一の森下さんより下に行くことを避けなければいけないですからね、はい、現在10ピンで転廃しております、さすがにこの局で終わりそうですね、はい、南四局2本場ドラがトンとなります、初短期に切り替え、はい、ない、初、初がうわ、なんか長引きそう、これ難を統一にしました。森下さんは万願条件、万が上がると、はい、ラス抜けできるんで、このトンは相には切れないトンですかね、うん、ちょっとでももう他に切る牌がないんですよ、無理やり何切るぐらいしか、あー、まあ、パーソーで6ブロックもある、はい、ただ条件ができたから何は泣きづらいんですよ、レアウソにできるかできな い, きないとなるとがないこれは長引くぞ、長引いてまた なんか黒沢さんの上がりとかありえますね、ただここの森下もいいシャンテンではあるが、おお、やっぱこうする何の問い落としを選択、そう条件できちゃいましたからね、はい、Mリーグルールは1着順で2万点の価値が上がるので、はい、4着から3着に浮上は、うん、ちょっと強引に狙いたくなりますよねこういうの、はい、ということでトンタン機も辞さない構え、うん、はい、黒沢さんとノータイムつもぎり、ノータイムでした、この初まだ変えられない、変えられないと黒沢さんがまた来てしまう、はい、さあこのトーンはどうでしょう、今1枚黒沢が切ってきたトーンまだ切らない、うん、まあ、逆に安全牌ではありますからね、はい、親のさあ悠々と単野にする、はい、さあペータン機に変えられな い, ないダメだこれ、まだだって一つ井さんもチートイツもあるから、はい、初は出ない、なかなか出ないですね、あ、ペーだったらここで、うん、全てが黒沢さんの都合のいい方に進んでいく、チャンタもついた、はい、あんまりいらないけど、初がまた残っております、そう、初があると思ってるんですよね、はい、猿川さんはあのちょうど2巡目に森下さんが切ったので、うん、初はいい街に見えるんですよ、はい、だから実態はね、もういいシャンリャンシャンテン、リャンシャンテンだけど、ね、はい、展開が良すぎて追いつくパターンあります、はい、これはソーズ切るかマンズのウーバンチーマンを払うかの選択ですね、ソーズを1枚切っていきました、うん、さあまだ待ちは初、ここもインシャンテン、チートイツのインシャンテンを一つい、うん、これサルカさんおかしいなと思ってるでしょうね初どこ行ったんだろうなって、いくらなんでもって、はい、実際はね
ないんですよね。うん、赤ウソを引いてきました。一つに何を切っていく、メンツでもありますからね、イーピンを切るとかありますよ。イーピンを切っていきました。一つ井さんから見てもハツはアンコールかもしれないと思ってるんで、あ、はい、このハツですね、鬼門のハツ。そうですね、いろいろ、うん、3ピン、うん、長引いちゃってる。まさかの森下も手が進まないか、もう限界、トーンを切った。うわ、埋めた、いいとこ入りました。観音ワン、いいシャンテン、うわ、うわ、もうここしかない、はい、ここでトーンを離して、こちらもいいシャンテン。森下さん進まない、うん、リャンズを切り出していきました。初はないの、ないの、はい。一つ井さんも一寸草、ウー草、リャンズ、九草、九草がない、はい、リャンズも 1枚しかない、うん、パーピンは、パーピンは黒沢さんにケアした。ああ、これで森下もウーマンが入り、うん、ローピン取り落とししますかね。で、イーシャンテンの形、そうですね、うん、パーピンはケアしましたね、はい、黒沢さんの闇点、うん、黒沢さん6巡目にドラ切ってるんですよ、はい、我先にと、はい、結構その手配価値が高いところからトン切ったって読んだんでしょうね、うん、でなるとウッパーピンはかなり当たりやすい両面になるから、はい、闇点ケアで抑えたと、はい、そのパーピンを重ねて、なんと統一になる、はい、ただもう1回受けたんで3万も打たないですね、はい、そしてこの初も出ない、うん、そろそろ黒沢さんは K 点もありそう。あのパスは泣かなかった、うん、泣かなかった、泣かなかったですね。じゃあもう終わるなら終わるでよしって構えですね。はい、あれテンパってる、テンパイしました。さあ待ちはリャンウーピン、これ背底があるってことか、はい、リャンウーピンのテンパイ、ね、背底一発も狙いですね。もし積もるならばリーチ一発も背底からのドラ、はい、うん、さあこちらが背底となりました。電牌は2人、電牌は2人となりました。さあこれで、19回戦終了いたしました。こちら1着から黒沢咲プロ、2着に一つ井真也プロ、3着に猿川雅俊プロ、4着森下雅人プロとなりました。さあこれで19回戦終了となりました。続いて20回戦です。